こんばんは、五十嵐麗です。昨年から中京競馬場で開催されているダートの G1 レースチャンピオンズカップが今週開催されます。左回りと実績を重視して今週は絞り込んだ予想をお届けしたいと思います。それでは皆様、今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのは1枠1番ののんこの夢です。前走の武蔵野ステークスでは3歳馬にして58キロを背負っての優勝は実力的に G1 戦線でも通用するレース内容。今回のメンバーで3着以内の好走もしくは優勝できれば来年以降のダート界の縮図を変える馬になりそうです。鞍上にも抜群の相性のルメール騎手が予定されているので、今年日本に来てから G1 タイトルから遠ざかっているルメール騎手の夢がこの馬で叶うかもしれません。対抗には7枠13番の北高たる前です。前年のチャンピオンズカップの優勝馬で地方を含めた G1 9勝馬、安藤元ジョッキーが大絶賛していたように今のダート界では抜群の安定感があるキングカメハメハ3区のダート馬。今回はこのレースに向けて入念に仕上げられて連覇と地方を含めた G1 10勝という記録がかかったこの馬にとって貴重な一戦となりそうです。鞍上にもダートの天才と呼ばれる三重騎手が予定されているので手綱さばきにも注目ですね。3番手には4枠7番のコパノリッキーです。2014年のフェブラリーステークスで16番人気での優勝をして以来地方を含めた G1 5勝と快進撃が続く絶好調の5歳馬、昨年は展開が向かず大敗してしまいましたが今年はリベンジをかけた調整で挑んできそうです。続いては5枠9番のローマンレジェンドです。 G1 で惜敗が続く馬ですが G1 でも崩れない魅力も持ち合わせた馬、昨年のチャンピオンズカップは3着だったんですけども6枠12番を考慮すると評価のできるレース内容。久々の岩田騎手の G1 での激走にも期待したいですね。それから2枠3番のワンダーキュートです。個人的にも競馬を始めるきっかけとなった馬で今年もチャンピオンズカップに挑戦する9歳馬、昨年は6枠11番で大外を回って追い上げての5着。展開次第ではまだまだ侮れない穴馬です。以上の5頭を本命ののんこの夢を3連単マルチの1等軸に選びました。そして相手に4頭の36点で的中を狙いたいと思います。逃げる馬に詰め寄る差し馬との攻防が最後の1波論で激化する展開となりそうな今年のチャンピオンズカップ、シャッフルのような攻防の先にどの馬が抜け出すのか楽しみですね。今週は、土曜日の、金庫賞ですね、こちらの予想も配信していますのでこちらもぜひご覧ください。そして皆様のチャンネル登録今週もお待ちしてます。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐麗でした。